この度はオープンシフトによる DX クラウドネイティブ実現の最適解 C ネイティブご紹介にご講演お聞きいただきましてどうもありがとうございます。私 CTC の C ネイティブを担当しております市間田と申します本日は限られた時間の中だとは思いますけれどもオープンシフトのですね皆様さまざまな情報収集ですとかご検討なされていらっしゃると思います。 今回のですねカンファレンスの中でその最新技術サービスなどをご覧になられていると思いますが私ども CTC といたしましてはそういったあの製品のですね最新の機能だとか えー、商品性だとか、まあ、そういったところはあのレッドハットさんの方でですね、えー、やっていただいていると思いますので今回はそれをですねあのどのように活用していったりですとかあの皆様あのお勤めの企業にですねどのように適用していくのがあのこれからのですね IT に対して最適なのかというものをですね C ネイティブのご紹介を通じてご紹介できご説明できたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 クラウドネイティブのですね、えー、とトレンドの2020ということで CNCF からのですねレポートも出てきて最新のものが出てきているので、まあ、そういったものもご紹介していきながらですね、えー、とどのように、えー、と企業のですね皆様が IT を作っていくのかといったところをご紹介していただけたらさせていただけたらと思いますはい、えー、簡単ですが、えー、と伊藤忠テクノソリューションズ CTC です もともと CTC というとあのネットワーク強かったりですとか SIR というまあ印象を非常にお持ちだと思うんですけれどもえ昨今の CTC におきましてはいわゆるですねマーケットの強いトレンドである DX にかかる支援であったりですとかあの IT 技術トレンドのですねえ中心となっている いわゆるパブリッククラウドですねこういったものをもともと CTC が持っているさまざまなです、ね、パートナーシップ強いパートナーシップを活用していきながら最新のです、ね、ソリューションやサービスを提供するとこういったようなです、ね、動きへ当然その中には AI エッジ ARVR ウェブなどですね これまでの業務システムですとか基盤に加えてこういったコンテンツに対してもさまざまなソリューションを提供できるようになっております。本日はその中でもクラウドネイティブ領域ということでご紹介をしていけたらと思っております。はいえー、と私におきましては えーまあ、基本的には金融機関さんを長く担当させていただいていたんですがやはりこういったフィンテックの流れを受けて非常に Kubernetes のです、ね、採用がまあ大きい早い業界でございました、まあ、そこで貯めた知見をです、ね、少々持たさせていただきましたので、まあ、それをです、ね、皆様に貢献する形でご提供できたらというふうに思っております。はい ではクラウドネイティブ・トレンド2020ということで、えーとはい、こちらの画面になります、えー、と見えておりますかねこちらはですね、えー、CNCF というリラックスファンデーション配下のですねオープンソースのコミュニえっ、ー、とまあ入、えーとまあ、集まりなんですけれども、まあ、その中でですね、えー、と毎年出している調査レポートを、えー、と一部抜粋したものになります。見てていただき方としては この調査団体の調査しているですね。えっと、お客様を対象にしているんですけれども、どこのクラウド環境にですね。えっと、it システムを置いてますかというレポートです。まあ、見ていただいた通りではあるんですけれども、えっと、一番左がえ、プライベートクラウド。えっと、左から二番目がパブリッククラウド。えっと、左から三番目、四番目がハイブリッドクラウド、マルチクラウドとなっております。 でえー、ともうここ数年のトレンドなんですけれどもパブリッククラウドがずっと60%ですとかその高い支持率を受けてずっと一番のポジションをキープしてます。これはつまりもう一般的にグローバルの IT マーケットこれはアジアも含んでますがその中ではパブリッククラウドをもう中心に使っていくということはです、ね、多くの企業様において普通になっているという状況が示されているといえます。 一方ですね、えー、とオンプレミスも残っているのですが、えー、と注目すべきはですね左2つあ右2つになります、えー。ハイブリッドクラウドとマルチクラウドの存在です。えー、やははりオンプレミスは依然としててて残残っっいまますすパブリッククラウドも残っていますでもお客様のリテラシーが上がってきておりまして昨今ではこの2つをですねうまく組み合わせてですね IT システムを構築していくと。 いったところがですねこころが数年のトレンドになってきてきおります、えー、なおですね昨年はハイブリッドクラウドという形で,ですねえとオプションとして出ていたんですけれども今年はですね2020年においてはそれをさらに発展させた形でマルチクラウドという形で,ですね提供されているという形で実にこのパーセンテージ合わせると62%ということでパブリッククラウドを使われているお客様 とえー、遜色がなないいい状態とととっているということです、はい、では一方日本の企業はどうでしょうといったところでこれが IDCJAPAN のレポートになりますけれどもいろいろな図があるのですが、えっと、基本的にはですね一度あのパブリッククラウドを使っていったらそのパブリッククラウドを使うしハイブリッドクラウド何らかの形でマルチクラウドにしていきたいというような思考が非常に高まっていると。 言ったところがですね、日本のマーケットもグローバルのマーケットの流れを受けて出てきております。はい、ではなぜそんなにマルチクラウドやハイブリッドクラウドがいいのかと言ったところの長所と短所をですね、少し整理してみました。えー、左側がですね長所で上から一番目にあるんですけれども、まず一番最も大きなあの長所とも言えると思うんですけれども、えー、ベンダーロックインがない。 ということですね、えー、これはですねあの我々が昔からですね IT ずっと携わられてきてていわゆるベンダーロックインですとかあのメーカー様特定のメーカー様をまあ使うといったところですね、まあ、これはあのそれぞれのお客様のポリシーですので、まあ、どちらでもあのいいとは思うんですけれどもあのこういったベンダーのですねロックインといったものからですね えー、自由に動いていきたいといったところがいわゆるクラウドネイティブのコンセプトになって,きて,お,りますなっておりますので、まあ、そういった意味ではですねマルチクラウドを選択されるお客様は非常にこの辺りを意識されているとそしてそれを実現しやすい手法であるという形で2つ目はワークロードの最適化これはあの使いたいものをピックアップして使えるというメリットがあります3つ目は信頼性の向上というものですね これは一つの1箇所に固めておいてしまうというのは非常に DR ですとか BCP の観点でリスクがあるといったところなのでこういったものを分散していくということは重要なことであるといったところが言えると思います。で一方このような長所メリットを享受するためにはこの短所と書いてあるチャレンジと向き合わなければいけません。1つはタレント管理という問題です あの例えば今メジャーなパブリッククラウドあのいっぱいあると思うんですけれども、まあ、それをです、ね、使っていく行こうとした時にそれぞれに必要なそこに明るいです、ね、技術者を自前で確保していくといったところはとても難しいというかなかなか確保質も量も確保していくのは難しいんではないでしょうかといったところのチャレンジの一面。 もう一つは運用のオーバーヘッドということで、まあ、これはですね似たようなお話なんですけれどもそれぞれのサービスを使っていくとそれぞれの手順書であったりそれぞれのポリシーサービスの内容に合わせたですねルールや運用を策定しなければいけないとこの辺りは非常にオーバーヘッドになってくるんじゃないんでしょうかと。最後3点目はですね高度で多くの制御を施したいという要望ですね。 まあこれはですねあのパブリッククラウドの機能に依存しネイティブで使う場合は依存してしまいますのでまあプラスアルファの何かをやりたいといった時にはですねえ違った製品を特のインテグレーションが必要になるといったところです。でえと IT 戦略としてですねまあハイブリッドマルチクラウド戦略がまあトレンドだといったところはですねこれまでの絵であったりあのこの表の中で ご説明させていただきましたが、まあ、ここのですね実現に向けた最適解といったところについてですね CTC が C ネイティブを使ってご支援していきたいというふうに思っているところでございます、はい、では C ネイティブとは一体どういうものかといったところがこちらの方になります実はですねえっとちょこちょことはですねえっと お話こういったセミナーのタイミングでお話しさせてもらってたんですけれども、えー、と正式にはですね C ネイティブはあのいわゆるもうクラウドネイティブの C でございまして、まあ、あのこのどこかに似ている魚でございますが、まあ、こちらはですね、えー、とコンテナを意識したですね、まあ、クラウドネイティブをサポートしていくといったところのですね意味、えー、思い込めたロゴとなっております。 C ネイティブが目指す世界観ということで、まあ、CTC の中でもですね特にあのクラウドネイティブの技術にですねフォーカスした、えー、技術やサービスといったものを提供していこうといったところのブランドになっております。はい、スピード感に関してはですね、えー、CTC のラボであったりですとかさまざまなです、ね、メーカー様のプラクティスを取り込みましてマテリアルをですね提供したりといったことをですね サービスの中に取り込んでまいりたいとご提供してまいりたいと思っています。でクラウドネイティブ技術ですので今回ご紹介していくようなオープンシフトの中にあるオペレーターであったりですとかさまざまな Kubernetes のですね自動化された自立化された機能といったものを積極的に使っていくといったところもコンセプトの中に入れてサービスをご提供してまいります。はい、えー CTC におきましてはこの REDHATOMPP というですねパートナープログラムに昨年よりですね参画させていただいておりましてこれを通じてですね米国の REDHAT 社からですね直接あの最新のプラクティスをですね連携いただいております。それがですね今回ご紹介させていただく C ネイティブのサービスの中には取り込まれているといったところでございます。ですのでこれをご利用いただくですねお客様は えこういった苦労ですとか POC ですとか情報収集などのお手間を軽減してですねえ最新のプラクティスを適用することができるというようなメリットがございます。なぜでは CTC がですねまあオープンシフトを採用する理由選択する理由といったところがですねえこちらに大きくえ我々の CTC 視点で書いてございます。 世の中にはさまざまなクバネティスクバネティスはほぼデファクトになっていると考えているのですがあのマネージドなクバネティスというものはパブリッククラウドのパートナーさんにもたくさんございますその中でなぜ、えー、オープンシフトをチョイスするの必要があるのかというふうに考えている大きなポイントを3つ記載してございます一つはですねレッドハットがですねクラウドネイティブの製品をサポートしているといったところです 具体的には RedHat エコシステムカタログという RedHat さんのオフィシャルのサイトがございましてここには RedHat がサポートする多くのですねコンテナのイメージですとか部品というものが格納されているといったところです。二つ目はオペレータータの標準クバネティスはですねクラウドネイティブご存知の通りクラウドネイティブの製品になりますが 非常にに進化ががが早いといととうのの特徴ででれそれがこれこまでの IT と全く逆になっておりますなのでこれを実際にですね企業様の IT に入れていった場合このライフサイクルを更新し続けるということは非常な負担になるとこれをセルフサービスでやっていくのはなかなかしんどいと考えてございますのでこれの自動化されている技術が標準化されているのはエンタープライズ企業様にとっては大きな優位性になるのかなと考えています。 最後3点目はですね、レッドハットさんの CoreOS というえー OS が OpenShift にはバンドルされてます。まあ、これによってですね、安定したどこのパブリッククラウドで使っても、オンプレミスで使っても安定した性能をですね、引き出すことができるというメリットがあります。はい、C ネイティブはですね、その中でえまあ、 あのいわゆる製品の販売だけにとどまらずです、ね、先ほどご説明させていただいたような OMPP に基づくプラクティスの提供をです、ね、製品の提供と合わせてご提供するということができるソリューーションサービスになってございますこれはこの後紹介させていただくパブリッククラウドやオンプレミスこれをですね区別することなく提供できると。 言ったところはですね、CTC としてのマルチベンダーでとして培ってきたですねパートナーシップや技術力に裏打ちされたものではないかなと考えております。最後三点目はですねプラスアルファお客様のですね細かいご要件ですとかどうしても必要な要素というものもしくはあの CTC のですね C ネイティブとしてですね最適だと思われるものはですね、えー、と OpenShift やレッドハットに閉じることなくですねご提供するというケーパビリティを持っているというのが C ネイティブの特徴です。はい、でこちらはサービスラインナップになります。えっと左側と右側でえっと分かれております。左側はイメージとして掴んでいただきやすいと思うのですが、いわゆる C ネイティブとして三大パブリッククラウドでの動作および CTC のオリジナルクラウドであるテクノキュービック およびオンプレミスの環境ですねこの中でですね IPIUPI のですねインストレーションの動作検証および最適な構成のプラクティスというものをですね検証確認したマテリアルをノウハウとして持っておりますこちらにですねお客様のご要望を加味した内容をサービスとして提供することが可能です右側は、えー、とコンテンツになっております 今言ったようなですねインプリメントを支援するようなサービスが真ん中のラインにございますが上はですねアプリケーションのモダナイゼーションですねアプリケーションをモダナイズいわゆるこれまでの皆様がお使いのアプリケーションをリフトするところをアセスメントするというコンテンツなどがございますし一番下のマネージドサービスにはですね いわゆるオープンシフト・クーバネティスをですねきちんと理解しているサポートのメンバーがいわゆるテクニカルアカウントマネージャーとして24時間365日どのようなクラウド環境オンプレミスの環境それらがマルチで使われていたとしてもですねきちんと運用保守を遂行することができるというような機能を構えております。 こちらの方はですね順次アップデートしてまいりますので本日はですね次のページ以降で10月1日にリリースしております主要サービスをご紹介してまいりたいと思います。はい、こちらは機能配置のイメージになります。はい、なおですねえっとレッドハットさんの戦略といたしましていわゆるパブリックメジャーパブリッククラウドに対してですねフルマネージドなですねサービスが 提供されてでにですね、えー、と左が右側にございますマイクロソフトさんとご一緒にやられている Azure Red Hat OpenShift 通称 ARO というものがサービスとしてございますがこちらのですね実装ですとかプラクティスについても C ネイティブとしましては、えー、持っておりましてこちらをご提供することが可能になっております。 でこのあとですねすでにですねプレスなどでも出ておりますしテックプレビュー版としては AWS さんのほうに出ておりますがあの日本で最も使われている AWS のですね上でオープンシフトが動くというマネージドサービスフルマネージドサービスにおきましても C ネイティブとしましてはですね、えっと、追っておりましてこちらのほうも近日 C ネイティブのサービスとしてですねご提供することが予定されております。 でえっ、ー、と C ネイティブのですねオープンシフトサービスの概要ということで本日は4点ご紹介させていただきます先ほどご説明させていただきましたアプリケーションのですねアセスメントサービスでございますこちらはあのお客様がですね現時点使われているモノシリックなですねアプリケーションがあると思うんですけれどもそれをですねコンテナにリフトすると ということを、えー、実現すするためにですね、まあ、どういったことに注意しなければいけないのかといったことをです、ね、私どもの C ネイティブのサービスの中でアセスメントしましてその移行ストラテジーというものを、えー、とレポーティング、えー、評価、えー、させていただくというような内容です。はいえーまあ、やり方はですねもう非常にシンプルでインタビューの方をさせていただきつつですね、えー、とその対象となる総数資産 をと。でそれをですね私どもの方でですね持っておりますツールの方に測りますとその回収ポイントというものがレポーティングされましてこちらをですねレポートと合わせてですねご提供させていただくというようなものがその内容になります。二つ目がインプリメントサービスの中にございます 左側がですね OCP のサブスクリプションサービス真ん中が SI サービスという形になります一番右はですね今後リリースしていくような内容です、はい、まず OCP のです、ね、サブスクリプションサービスの内容でございます通常レッドハットさんのですね OpenShift のライセンスをサブスクリプションとして購入しようとした場合 ま最低年間の契約が必要になるというところです。これはまお客様の中でえっともう年間をまコミットメントして買わなければいけないというようなところがございます。一方ですね、C ネイティブにおきましてはこれをより使いやすく使っていただくためにですね、このえとサブスクリプションを小口化してご提供することができます。 これによってです、ね、このサービスライセンスを組み合わせるとお客様のです、ね、利用実態に合わせた形で課金がされますので非常にコストパフォーマンスの高いライセンス体系としてご提供すす。ることができます、はい、具体的にはこちらにです、ね、右と左とで記載してございます。 通常ですね横軸が時間で縦軸がライセンス数となってございますが通常サブスクリプションを購入するということは最大のコア数を最低1年期間で買わなければいけないというようなのが通常の買い方ですただ一方ですね C ネイティブのですねサービスのライセンスを活用しますと最初プラットフォームをご用意いただくときには一定のですねインストレーションに必要なライセンスがございますのでこれを課金の対象とします。 ただインストレーション後です、ね、アプリケーションのです、ねえー、コンテナしたものの移行ですとか、えー、開発をしていくスピードというものはそれはお客様の移行のプランであったり開発のスピードによってくると思いますのでその部分はです、ね、実際使っているクラスター分だけ使ったタイミングからです、ね、課金をするということがです、ね、ご選択可能になります。 ここでお示ししているとおりちょうど白い点線の部分ここがお客様のコストメリットになるんではないかというふうに考えてございますこれはオンプレミスでもパブリッククラウドに持ち込んでいただく形どちらでも使うことが可能です、はい、SI サービスにつきましては、えー、記載のとおりでございまして、えー、何度かお伝えさせていただいている、えー、ノウハウですとか、えー 我々のの検証ししててていいいる知見ととうものをマテリアルとしてご提供させていただきますこれによってですねお客様の中でオープンシフトの基盤としての検証をどうしようですとか実際プロジェクト入って長めにプロジェクトの期間をバッファーを見ておこうといったものをですね気にしていただく必要なくですね素早くですねマーケットインすることがご支援できるというものになっております。 でえー、とこちらはですねマネーージドサービスの方になります、えー、本日は、えー、と今後ですね、えー、レートハットさんからですねアドバンスドクラスターマネージメントですとか新しい製品がですね自 a されてくると思いますけれども、えー、そちらをですね、えー、サポートしたマルチクラウドなマネージメントのサービスというのをーネイティブの方でも考えてございますが本日は最も皆様に身近にですね使っていただきやすい o プ s サポートのサービスというものをご紹介してまいりたいと思います、はい、こちらですね、えー、冒頭でもお伝えさせていただきましたがいわゆるオープンシフトの有識者による24時間365日の運用・補修・対応、えー、テクニカルアカウントマネージャーのサービスでございますこれはですね、えー、今 お客様が既存でお使いの運用チームにですねアタッチしていただく形でフローの中に業務フローの中に組み込んでいただく形でもごご支援すすることは可能でございますでオープンシフトをですね通じた保守運用代行をですねオプスサポートを通じて提供するという形で,ですねお客様はよりプロダクトの開発に集中できたりですとか あとはこちらはですねマルチクラウドで対応することができますのでこういったですねお客様の運用ですとかマルチクラウドのですね対応に要望に対してもですねワンストップでサービスを提供することが可能であるということが言えます。はい、こちらはですね今私の方でお話しした内容を図に表現してみました。 実際、マルチクラウドをですねご利用になられると、こういうような形で、ですね真ん中がですねちょうどクラウドですねクラウド ABC という形で、真ん中はクラウドと書いてますが、プライベートクラウドのようなものをイメージしております。これにはですねそれぞれ運用が必要になってくるといったところになりまして。 さらにそれぞれクラウドのネイティブなですね Kubernetes を使っていくとそれぞれのですねサービスの仕様が異なってくるということでここがですね私の方で冒頭ご説明したようなリソースの確保タレントの確保の難しい部分であったりですとか運用のオーバーヘッドになりやすい部分といったところがこのような形で見えやすくなりますま。一方ですね アプリケーションに関して言うと、もう Kubernetes を活用してコンテナ化されてるこおりますので、まあ非常にあのメリットは享受していますと。こちらはどちらかというと、えっと運用視点でまあ非常にえっと煩雑になりやすいといったところを図表して図解しております。ここにですね、えっとまあ C ネイティブのサービスというのがマルチクラウドであると。 いうことやオープンシフトがハイブリッドマルチクラウド戦略を取っているといったところのですね意味合いが出てまいります。C ネイティブにおきましてはあの CTC がもともと培っていたですねマルチベンダーのパートナーシップに基づいてさまざまなチャンネルであったりナレッジというものを持ってございます。それにですねとオープンシフトという技術 を理解している有識者でサービスを提供いたしますのでお客様はですねオープンシフトと C ネイティブというものをですね活用いただくとシンプルで安定したですねマルチクラウドやハイブリッドクラウドというものをですねこの環境を実現していくことが近道としてできるんではないでしょうかといったところになってございます。はい C、えー、ネイティブとしてはです、ね、これからです、ねえー、段階的にです、ね、実績や、えー、とサービスのです、ね、紹介をさせていただけたらと今後させていただけたらと思うのですが、えーとまあ、これまでの中でもで、ね、CTC、えー、オープンシフトのです、ね、導入事例というものを、えー、といくつも持たさせていただいてございます。 本日はその中でですね、えー、と2つほど、えー、と開示可能なものをですねピックアップしまして最後ご説明させていただきたいと思いますはいえっ、ー、と一つはですねオープンシフトの活用事例ということで、えー、とコープ教済様でございます、はい、こちらはですね CTC のオリジナルクラウドでございます CTC のテクノキュービックといったところにですねオープンシフトの、えー、と基盤を活用しまして、えー パートナーさんにですねメンテナン開発をしてもらうというところをですね実行環境として提供しておりますこちらの要望はやはりあのウェブのコンテンツに対してですね素早い開発やサービスの提供を迅速に行いたいというようなですね要望に応えるためにですねコンテナの技術そしてオープンシフトがご採用されたというふうに伺っております。 でもう一つはですねえー、と金融機関の事例になりましてえー、とオリエントコーポレーションさんおりこ様になりますこちらはですね CTC がですねオープンシフトの運用からですね、えー、アプリケーションの開発まで、えー、オールインでですねご提供させていただいている内容になってございます金融機関さんのですねサービスですので、えー、ダウンタイムへのまあ厳しい要求であったりですとか あとはさまざまなですねお客様がマルチテナントのですね方式でアプリケーションをデプロイしていくとしかもその中に組み込まれているビジネスロジックというものが一社一社異なっているといったところがですね業務として集約しなければいけない壁にございました。これを従来型ののののようなもでで作っていたのですが えー、よりですねその集約度を高めることであったりアジリティを高めると開発の速度を高めるといったですねさまざまなですねメリットを勘案して、えー、このおり子様においてもオープンシフトというものをですねご採用いただく運びになりましたなおこちらの方はですね、えー、と直近でですねバージョンの最新のバージョンにですね、えー、とアップデートさせていただいてございましてこちらの方はですね、えー、と C ネイティブの方でもお手伝いさせていただいている内容になります というところでですね、えーと、事例等々も含めてですね、本日は C ネイティブのご紹介をさせていただきました。えー、ぜひともですね、企業様の、えー、マルチクラウド、ハイブリッドクラウドや、えー、コンテナをですね、えー、お考えのお客様は、ぜひともですね、一度ですね、えーと、お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。はい、本日はありがとうございました。発表は以上になります。